画面が消えちゃいました。はい、来ました。それでは始めましょう。ロニオのムーンライトウェーブ。こんばんは、音楽プロデューサーのノリオです。ちょっといろいろトラブリュートラブリューってバンドいましたね。今日はですね、この番組は東京都足立区北千住駅前にあるシーウェーブ6階千住ベーススタジオの宇宙基地からお送りしております。生放送でお送りしておりますので、いろんなことが起きますよ。今日もちょっと元気にいきましょう。今日また初めての方もいらっしゃると思うので、元気に、私のプロフィールを軽くお話しいたします。音楽プロデューサーのりおと申しまして、今まで100組以上のプロのメジャーのアーティストさんとお仕事をしておりまして、中にはミスターチルドレンさんとかグリーンさんとかともなんとお仕事をさせていただいており、プロデューサーとしてですね、徳永英明さんのプロデュースさせていただいたり、多くのアーティストのプロデュースさせていただいているんですけれども、中にはですね、バンプオブチキンを育成して世の中に送り出したっていうこともありまして、またちょっと僕スペイン人の血が少し入っておりましてですね、英語とスペイン語が少し話せるので、海外の有名なアーティストさんともお仕事しておりまして、有名なところだと、グラミー賞のですねラテン部門を受賞したアーティストさんともお仕事をしたりしてるんですよ。そんな私のリオンの今までの音楽のお仕事の中で、いろんなアーティストさんとの裏話をお話してる今日の番組なんですけれども、まず今日はですね、どんなお話をするかと言いますと、実はなんとですね、皆さん渡辺美里さんのマイレボリューションという曲をご存知だと思うんですけども、大ヒットした曲、あの曲は実はあの歌詞は僕のことを歌っているんです。本当なんですよ。その話について今日はちょっとお話ししたいと思いますね。超裏話なんですけれども、まず1曲目をちょっと聞いていただきたいんですけど、僕があのソニーレコードのモデルでシンガーの双子のフリップフラップというあの女性の2人組プロデュースさせてもらったんですけれども、その彼女たちの僕がプロデュースした曲、君を連れて風を感じてフリップフラップ Here we go now。 してるものはみんなきっとね、 T シャツじゃない
フリップフラップで君を連れて風を感じてを聴いていただきました。この曲が私プロデュースさせていただいておりまして、ギターとベース以外は私が演奏させていただいているんですけれども、ご存知の方も多いと思うんですけども、フリップフラップっていう双子のモデルでウーロン茶のねテレビ CM で大ヒットしたんですけども、双子のいいところっていうのがあって、レコーディングしててですね、声がやっぱり声質が双子なんですごい似てるんですよ。なのでコーラスこうハモったりとかですね、コーラスを取るときにすごく声の混ざりがいいんです。実はですね、普通一人の方はね、自分の声でこうハモってこう他のパート音階をこう重ねていくと自分の声なんでもちろん混ざりいいんですけども、二人いる場合はねやっぱり声が多少違ったりするんですけども、双子なんでねもう声がすごく似てて混ざりが良かったりしたんですよ。まあそんな思い出もあるんですけれども、そして今日、先ほどお話したように渡辺美里さんのマイレボリューションについてお話ししたいと思うんですけれども、そもそもですねそのきっかけっていうのがありまして、僕がそのプロデュースプロデューサーをさせていただいている時に、ある時に有名な作詞家の方から一緒にお仕事しませんかみたいな提案をいただいて打ち合わせをしてたんです。ただもう すごい大御所で有名な作詞家の方なんですけれども、そしたらそのマネージャーさんがいらっしゃったんですよね。作詞家さんの女性のマネージャーさんがいらっしゃって、でどうも作詞家さんと僕がお話してるその詩の方向性っていうのはあんまりそのなんていうのかな、ちょっとずれてるかなみたいな感じ、なんかあんまりこう僕もこうノリがちょっと悪かったんですけれども、そしたら時々マネージャーさんが口を挟んで来られて、のりおさんの考えてることってこういうことですかみたいなことを言われて、なんかすごいいいことを言われてくるんですよ。あれこの人もしかして詩を書けるんじゃないかなって感じながら打ち合わせしてたんです。で打ち合わせが終わって作詞家の先生が帰られて、そのマネージャーの方が次の、スケジュールの打ち合わせとかってお話ししてた時に、僕はちょっとあのマネージャーの女性に、もしかして詩を書けるんじゃないですかって、なんかすごくいいことをいい提案をされてたと思うんですけどって言ったら、いやそうなんです、実は私作詞家を目指していて今マネージャーさんをやらせていただいて作品たくさんあるんですって言われたんで、じゃあ今度見せてくださいって言って、次回にお会いした時に作詞の詩を見せていただいたんですよ、そのマネージャーの方。そしたらもう宝の山、めちゃめちゃいい詩がたくさんあって、もう感激して、いやもう今すぐ作詞家やられた方がいいですよって言って、僕がいろいろその当時のねソニーレコードさんとかいろんなレコード会社のプロデューサーさんとかディレクターさんの知り合いを紹介したんですよ。でまあその彼女自身はまだ作詞家として活動してなかったんで自信がないですみたいな感じで、結構なんかあんまりこう前向きな感じで見えなかったんで、僕はいつも勇気づけて元気づけて、いや作品がいいんで自信を持って進んでください、あなたらしくやればいいんですよって言って、そんなね自信がなくてもね自分の中を変えていけばいいんですよ、それが革命ですよそれは革命、ある意味マイレボリューションですよねっていう話をその作詞家の方に作詞家のマネージャーの方に話してたんですよ。そして何ヶ月が過ぎた時にその作詞家のマネージャーさんから電話がかかってきたんです。リンリン、今リンリンなんて言わないですね、電話リンリン、のりおさん実はですね今度、エピックソニーの新人の女性の、デビュー曲の作詞で私の詩が採用されることになったんですって言って報告してくださったんですよ。で、よかったですねって言って、それでその詩についてなんですけども、のりおさんに言われてたことを詩にしたんですよって言われたんですよっていう流れがあって、ちょっともったいぶってですね、その話の続きは2曲目の後にちょっと話したいと思うんですけれども、
先ほど聞いていただいた、ちょっとですね、渡辺美里さんのマイレボリューション、ちょっと事情があっておかけできないんで、私がプロデュースさせていただいた先ほどのソニーレコードだったフリップフラップっていう双子のシンガーの、月になりたいっていう結構バラードでいい曲なんで、これも私がプロデュースさせていただいて、ギターとベース以外は私が演奏させていただいてるんですけれども、その月になりたいを聞いてください。 Let's check it out。カフェに貼った写真、3人並んでる、笑顔の分だけ悲しくて、あなたに一言会いたいと言えなくて、寂しさ連れて部屋を出た。月の光が私を照らすよ、心の奥まで染み込むように、近づきたくて走ってみて、雲はあの子ね、今もあなた
フリップフラップで月になりたいを聞いていただきました。さっきお話したみたいにね、あのコーラスが綺麗な部分とか出てきたと思うんですけれども、あの結構このフリップフラップっていうのは、まあ、モデルさんとして結構有名になってたんですけども、結構音楽に対する姿勢っていうのがすごい真面目で、あのスタジオでねレコーディングしてる時もこうなんかコーラス入れを2人がやってる姿とか今もあのなんかすごい目に聞きながら浮かんできたんですけども、まあ結構そういう真面目な2人組なんですけれども、それではあの先ほどの渡辺美里さんのマイレボリューションについてのお話の続きをしたいと思うんです。それで先ほどからお話している、その大御所の作詞家のマネージャーさんをやってた人がその詩を書き始めたっていうお話をしたんですけども、その女性の名前は川村真澄さんっていう、今ではもう超大御所の有名なあの作詞家の方なんですけれども、そういうふうにあの僕もプロデューサーとしていろいろ仕事していく中で、いろんなそのミュージシャンのね歌を歌う方だけじゃなくて、作詞家だったり作曲家だったりミュージシャンだったり、才能ある人を見つけて磨いて育てていくっていうのも僕も仕事だと思っていて、そういうことも結構一生懸命今までもやってきたんですよ。で、実はですね、あの今日川村真澄さんっていうその渡辺美里さんのマイレボリューションの作詞をした作詞家の方のお話をしてますけれども、その他にもですね、実は有名なそういう作家さんのあの発掘とか育成、そのバンプオブチキンを見つけてね世の中に送り出すしただけじゃなくって、実はですねジブリのあのアニメーションの映画のタイトル曲を作詞した別の作詞家の方も僕は実は発掘したりしてるんですよ。まあそれは次回以降またお話ししたいと思うんですけれども、まあそういった感じで川村真澄さんっていう方をまあ発掘っていうかね、まだ作詞家ではなかった時に発掘して、その磨いて磨いて世の中に送り出そうとして努力をしてて、その実が実ってきつつあって電話がかかってきたわけです。で初めてあのその有名なそのあ有名なっていうかそのソニーレコードの、新人のデビュー曲に抜擢、作詞あの詩が抜擢されましたっていう電話がかかってきたんですよ。それでその川村さんが、もしもし能梨央さん、あ女性ですからねこんな声じゃないですけど、まああの川村ですけども、その能梨央さんにいつも言われてたことを私詩にしたんですよ。あそうなんですねって、それあの使わせてもらっていいですかと、いやいいですよ、タイトルはちなみにマイレボリューションって言うんですけど、あいいですよいいですよ使ってください、もう全然大丈夫ですよって言って、それでよかったですねおめでとうございますって言って電話を切って、そのあ実はそのあ名前も聞いたんですけど、渡辺美里さんっていう新人でマイレボリューションっていう曲で採用されましたっていう話だったんです、彼女の詩が。でそしてリリースされました。その後まさか僕もその電話でね聞いた時にそんな大ヒットする曲になるとは想像もしてなかったですよ。もう無名のね作詞家の方を一生懸命こうねあの頑張ってって元気づけて応援 してただけで採用されて、そしたらみるみるうちにマイレボリューション大ヒットしたじゃないですか。そしてある時ね、その頃あの目黒の辺に僕住んでたんですけど、目黒のコンビニで今でも覚えてるんですけど、入ったらいきなりマイレボリューションかかったんですよ。もうなんかその歌詞がすごいグサグサ刺さっちゃって、なんかはっきり言ってもう自分のことを言われてるのでものすごくわかるんですよ。その非常階段を登る音とかって、あのその川村さんの事務所の後ろにビルにあのエレベーターが来ないとめんどくさいとか言ってもう非常階段登ったりとかしてたんですけど、非常階段を駆け上る音とか君が教えてくれたマイレボリューションとか、まあマイレボリューションだよっていつも言ってたりして、歌詞が流れてそういうコンビニで流れてくるんですよ。もうなんかすっごい恥ずかしい気持ちになっちゃって、別に自分も歌ってるわけじゃないし自分のために歌われてるわけでも何でもないんですけども、なんかすごいキョロキョロしちゃって挙動不審になっちゃって、すっごい恥ずかしい気持ちになったのを覚えてるんですけれども、
まあもちろんその僕が作詞したわけではないので印税とかも大ヒットしても入ってこないし、全然僕にそのお金が入ってくるとかはないんですけれども、まあでも自分がね関わって見つけた作詞家の方がそうやって成功していくっていうのはすごく嬉しかったですね。やっぱりクリエイティブなことをこううまくこうやっていくっていうのも、まあ一つそのプロデューサーとしての使命、もちろんねそのアーティストにいい歌を歌ってもらうための環境を作るために作詞家さんだったり作曲家さんだったりミュージシャンとかも育てていい環境を作ってあげるっていうこともプロデューサーの仕事としてはやっぱり一つ大事なことだと思うんですよ。まあそれが一つ実ってよかったなっていうことで、まあお話したように実は渡辺美里さんが歌われているマイレボリューションの歌詞は僕のことをその河村真澄さんっていうその作詞をした方が見ててありがとうございますみたいな勇気を出すことができましたみたいなメッセージになってる曲なんです。これ実話なんですっていうギャグをまた言ってますけどね、本当なんですよ。結構世の中には発表されてない話なんで本当に裏話っちゃ裏話なんですけれども、まあ河村さんと僕の中ではまあそういった思い出になってるまあ曲になってるんですけれども、次にまたちょっとフリップフラップの先ほどのモデルでシンガーの双子の女性のシンガーの歌を聴いていただきたいんですけど、結構ですねフリップフラップさんとですね実は渋谷のクラブエイジャっていうもう大きいクラブでライブハウス超有名な外国のアーティストもやるようなとこなんですけど、そこで定期的に僕はノリオイベントっていうのをプレゼンツっていうのでノリオプレゼンツっていうのでやってたんですけども、そのイベントでも結構フリップフラップさんと一緒に出演したりとかしてもうファンの方も盛り上がってうわーってもう踊ってみんな歌うみたいな曲があったんですけれども、その曲を次にちょっと聴いてもらいたいと思います。この曲もかなり僕のね打ち込みっていうかシンセがピコ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 したまあ僕っぽいサウンドでもあるんですけれども、では聴いていただきたいと思います。フリップフラップでまだまだなんで寂しいの Here we go now。ちょっとですね、何かが調子悪いですね。今日はトラブルな日、トラブリューですそんな日もありますよ。生放送やってればね、なんか CD プレイヤーさんのねご機嫌が悪いのか、お前のノリオの音楽なんかかけてらんないよみたいなことをね CD プレイヤーさんが言ってるのかもしれないですからね、ちょっと僕の修行がまだまだ足りないみたいで申し訳ないんですけれども、じゃあ話の続きですね。CD がちょっと調子悪いようなんで、ちょっとまだまだなんで寂しいの聞いてほしかったんですけどね、結構ノリがいい曲で、ね、こう僕もすっごい踊りながらシンセサイザービューンビューンってね、あれなんですよ、ライブの時僕結構ね激しいんです動きが。普通ねプロデューサーさんでキーボードとか DJ とかやってると普通にこうやってね
弾くだけなんですけどね。ただね、ポーンっていう音を出すだけでもバーンとかってオーバーアクションでやってましてね、盛り上げてましてね、結構もうライブでこういう踊りとかもやって、ファンの皆さんも一緒にやってくださったりとかして盛り上げていたりとかするんですけれどもね、機会があったらまたね、僕もまたライブやることもあると思うんで、その時には皆さん来て一緒に盛り上がっていきましょう。それで渡辺美里さんのマイレボリューション、作詞した河村真澄さんから電話があって、そういうことでリリースされました。ちょっともうなんか恥ずかしい気持ちになったんですけどもね。それで後日ですね、実はソニーレコードのパーティーが、なんて言うんだろう、ヒット曲を表彰するソニーレコード内の表彰式みたいなパーティーですかね。それでシンガーとか作詞家作曲家の人がその会場にも呼ばれて表彰されるみたいなシーンがあって、僕もなぜか招待されて、僕書いてないんですけどね、まあ招待していただいて、まあ河村真澄さんと一緒にそのパーティーっていうか賞をもらえる、なんだ、賞をもらえるイベント、表彰式ですかね、ソニーレコードさんの表彰式に行きました。で河村さんがおめでとうございます、大ヒットみたいな感じで、なんか作詞家の賞をもらって、いやーよかったよかった、僕もなんか元気づけてよかったねみたいな感じで、もうその頃にはね、河村真澄さんもいろんなね、ソニーレコードの他のアーティストさんとかディレクターさんから次々仕事が来るようになって、ビクターレコードの小泉京子さんの、あれなんだっけな、ちょっとごめんなさい、タイトル忘れちゃったんですけど、その曲も結構まあまあヒットした曲の、詩を河村さんが書いたりとかするようになってきてたんですけども、それで実はその表彰式で渡辺美里さんに僕初めてお会いしたんですよ。その頃までちょっとお会いする機会がなくて、そしたらその河村真澄さんが、のりおさんプロデューサーさんだから、まあ河村渡辺美里さんご本人も紹介しておきますねみたいな感じで紹介してくださったんですよ。で渡辺美里さん紹介してくださって、すっごいめちゃめちゃ感じいい人でした。全く偉そうじゃないです。すごいニコニコして優しい感じで、こんにちはって、なんかお世話になったみたいでって、いや僕はお世話じゃないんですけどねみたいな、いや聞いてますよみたいな感じで、すごいいい感じの、もう優しい感じの方だったんですよ。で話盛り上がってたんですよね。そしたらそこにある有名な人が通りかかりました、目の前に。それはどなたかと言いますと、その表彰式で別の賞をもらっていた、なんとプロデューサーの小室さんです。小室哲哉さんですね。もちろん渡辺美里さんのね、作曲とかプロデュースとかも小室さんがされていて、プロデューサーさんとしてね、もう僕なんかもうチンケなプロデューサーさんなんですけど、小室さんも大ヒットメーカーみたいな感じでね。でその瞬間にね、渡辺美里さんが、のりおさん、プロデューサーさん同士ですけど、一応小室さん紹介しますよって言われて紹介してもらったんですよ。で僕も結構ね、もうプロデューサーなんでちょっとまあ緊張したんですけども、でその時覚えてるのがですね、小室さん、はじめまして、のりおですって言ったら、小室さんが、どうもどうも、めちゃめちゃかっこよかったですよ、どうもですよ、握手。僕そんな感じできないですね。いやさすがヒットを出されてる大プロデューサーは、もうなんか雰囲気が違うなって僕はその瞬間に感じたんですけども、まあそんな感じでちょこちょこ小室さんともお話をさせていただいて、河村さんから始まり、渡辺美里さんを紹介していただき、小室哲哉さんを紹介していただき、そういえばですね、今話してて思い出したんですけど、小室哲哉さんって TM ネットワークってバンドっていうかユニット やってらっしゃるじゃないですか。そのギターの方、ギターの方が実はサッカーをやってらっしゃるんですよ。で
あの僕前から申し上げているように自分のサッカーチーム、あの変な外国人といっぱいあの趣味でサッカーやってるんですけど、よくあのレコード会社さんのサッカーチームさんとあの試合やったりとかしてるんですけども、エピックソニーさんの TM ネットワークのメンバーが中心になったサッカーチームですかね、あって、それで試合したことがあります。で結構なんかガチで来られて、結構ガツって、結構ディフェンダーの方だったんですけど、結構 ガツガツ来られて、あの駒沢競技場ですね、駒沢にサッカー競技場が3面ぐらいあるんですけど、そこでやったのを覚えてます。結構なんか今急に思い出したんですけどね。まあそんなくだらない話もしながらですね、ちょっと次 CD がねうまくかかるかどうかわかんないんですけど、若干心配ですけどね、 CD プレイヤーに嫌われないようにしないといけないですけどね。次もちょっとフリップフラップの、僕がまたプロデュースした次のアルバムなんで、また別の CD になるんですけれども、ゴーゴーレッドシューズっていう曲があるんで、これは、ほとんど全部音は僕一人で作っておりますので、歌以外は、この曲を聴いていただきたいと思います。ではフリップラップのゴーゴーレッドシューズ、 Here we go。Thank you.
フワ。はい、フリップフラップでゴーゴーレッドシューズを聴いていただきました。私の最後の方にアンドゥトワ、フランス語は懐かしくちょっと入ってたんですけど、あの友達のねフランス人にも途中でボソボソ MC を入れてもらったりとか、ちょっとフランスを意識した曲になってるんですけれども、先ほどのですね渡辺美里さんのマイレボリューションについての裏話を今日お話ししたんですけれども、まあこのようにですね、クリエイティブな仕事をしていると周りの作詞家さんたちとかともそういろんなこう関わりがあって、こう育成してる時にですね、まあなんていうんですかね、やっぱり自信がなくて、まあ、それはあの作詞家とかプロデューサーとか音楽関係の方だけじゃなくてね、一般的な方も皆さんも同じだと思うんですけども、何かをやるときに自信がなくても周りの人がその才能に実は気がついていて、いや自信持って進んだ方がいいよ、スポーツでも一緒だと思うんですけども、あの大谷さんとかもね、あのホームランバーンと打ってますけど、やっぱり自信を打てるんだって、自分は打てるんだって信じてるからやっぱり打てると思うんですよね。そういうふうに、自分自身をこう内容をこう気持ちをね変えること、あそのマイレボリューションって僕はいつも彼女に対して言ってたのは、自分自身がこう変わってこう勇気を出せる人間なんだっていう、強い気持ちになっていけるんだっていうことをこう思っていれば自分自身が本当に変わっていけるよみたいなことを言ってて、その詩を書いてそれが成功してみたいな、いい風にね、まあたまたまこううまく回っていって、それであのソニーレコードさんにも認めていただいて、まあ後々渡辺美里さんにも何曲かね詩を書くようにもなって、作詞家としてまああの有名になっていったわけですからね。まあその渡辺美里さんのマイレボリューションっていう曲がすごく彼女のその川村真澄さんっていう方のその大きなきっかけになったわけですよね。まあそのきっかけを作る、まあ、一つのちょっと力になれたことが、まあ僕自身にも逆にね、僕自身にもあのそういう力を得るっていうか、あの自信をこう深めるっていうかね、プロデューサーとして、あこういうことをやってて間違いないんだなと思って言ってたことでこうヒットにつながるみたいなことがね、クリエイティブな面でもそうやって自信を持っていけるんだなっていうのが自分自身もあのこう感じたところなんです。もう決して今日話した話は嘘でも何でもなくて本当に起こった話で、こういうふうにあの皆さんの周りにもなんかそういうきっかけっていうのが何かあると思うんですよね。自分自身の気持ちを変えるだけでうまくいっちゃうみたいな、スポーツやっててもパスを出す時にああパスつながんないかなと思って出すんじゃなくて、よしこのパスをあいつにつなげようみたいな、決めてくれみたいな気持ちで出すとパスが素晴らしくつながったりすることもあると思うんで、ぜひぜひ皆さんもそういう気持ちで前向きに進んでいっていただきたいと思いますね。これからもね、あの今後もこういうあの超裏話いろいろ話していきますんで、それではちょっと最後にもう一曲フリップフラップのフォーエバーっていう、これもちょっとバラードで結構いい曲なんですけど、永遠にっていう曲なんで、あのフリップフラップのフォーエバーを聴いてください。 Let's check it out。
はい、フリップフラップで Forever を聴いていただきました。この曲ね、あのストリングス、バイオリンの人たちが入ってくれてるんですけども、結構僕あのプロデュースする作品で、ね、バイオリンのあの音を入れるのが好きで、以前その徳永英明さんのプロデュースをさせていただいた時も、大フル編成の、ストリングスのバイオリンのオーケストラの方々に来ていただいて入れていただいたんですけども、もうね、そのストリングスのレコーディングって僕大好きなんですよ。めちゃめちゃいい音じゃないですか。切ないし、もうね、なんかもう本当に幸せな気持ちになっちゃうんですよね。でもうなんかストリングスの第一バイオリンの人がこう横に座ってスタジオで、ノリオさんこんなメロディーでいいですかなんて言われながら、そうですねとか言いながらやるんですけども、もうレコーディングの作業の中で僕はストリングスの、ダビングのシーンが一番好きですね。なんかすごいクリエイティブな気持ちにもなるんです。結構僕ピアノ弾くんですけども、ピアノをスタジオでグランドピアノを弾いてる時も結構好きです。なんかクリエイティブな気持ちになって、なんかそう、音楽ってピアノっていい音するじゃないですか。やっぱりあのフルグランド一番大きいやつですね、パーンって弾、もう僕そんな大して上手くないんですけどね、パーンって弾いただけでケーンって鳴る音がもうなんかすごい心に染み渡るっていうか、結構コンピューターで打ち込みでこう音楽を作ったりするところもあるんで、そういう生音っていうのを逆にストリングスとかピアノとかたくさん入れるように僕はしてたりもするんです。まあそんな感じでプロデュースをさせてもらってるんですけれども、これですね、私が運営しているアビオンレコーズ、あれ？アビオンレコーズオーディションやっております。サイトでですね、アビオンレコーズ AVIONRECORDS って検索していただけるとホームページが出てきますので、そこにあのオーディションのコーナーの説明がありますんで、ぜひどんなジャンルでもいいです。アイドルでもシンガーでもロックバンドでも R&B でもいいし、もうブレイキンでもいいですよ。ブレイキン、あのブレイキンミュージックみたいな、ブレイキンダンスみたいな音楽でも大丈夫です。才能ある方なら待っておりますので、世界にね羽ばたけるようなことを目指している人、あのうちのレーベルのアーティストはあのフジロックフェスティバルに出たり、グラミー賞のラテン部門に出場したアーティストとコラボしたりもしておりますんでね、ぜひぜひ応募してきてください。 CD の発売と配信はポニーキャニオンさんが私のこのアビオンレコーズのレベルではやってくれます。で時々、テレビ朝日さんが協力してくれて、あの、まあ、ものすごい大きいドラマのテーマ曲にはなかなか簡単には決まらないんですけれども、ちょこちょこいろんな番組のテーマ曲とかにも採用していただいている実績もありますので、ぜひぜひそういった感じで皆さん、あの才能ある方はぜひ応募してきていただきたいと思います。こうやってどんどん時間がなくなってくるんです。今日もね、生放送なんでね、いろんなトラブルありましたけどもね、まあそんなことは気にせずに、ドラえもんだってのび太くん気にしてないよって全然似てないモノマネをしてみたりとかしてますけどね似てないんですけどね、僕自身結構気に入ってね、のび太くんってっていうかね、この声古い方のドラえもんじゃない？似てるとしてもみたいな感じですけれどもね、まあ似てないんですけどね、まあ似てないことが面白いかなって思って、まあ試してやってるわけですよ。まあそんなくだらないことを来週もお送りしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんまた来週お会いしましょう。ではどうも、アスタルエゴスペイン語でまた会いましょう。チャオー。